こんばんは、櫻井マンハヤトです。今日は葛西選手とね、鬼山選手の解説をちょっとしたいなと思ってます。今葛西が入場したところですね。で、ネオブラッドトーナメント準決勝ですね。で、鬼山選手はもともとね、大宮ジムだったんですよね。まあ池田、まあ、冷静にやったのかもしれないですね。池田久夫ってのがいるんですけど、私のね、まあ、あの同期というかね、まあ、格闘家の、まあ、シューターのね、プロシューターの、まあ、その彼に教えてもらったのかな。で、今はね、クレイジー B の方に移籍したという形でしょうか。で、7勝2敗かね。だからすごくいい選手ですよね、鬼山選手ね。それに対するね、葛西ね、まあ、おなじみ葛西選手ね、まあ柔道ベースの、まだあそこでね、格闘大戦争で1回しか負けてないね。まあそんなに戦績もまだないですけどね。まあ今、この1分経過、試合1分経過しましたけど、この試合は3分3ラウンドですね。まあ、普通は5分3ラウンドとかなんですけどね、短い試合。今、鬼山選手が、タックルで、同タックルから、ゲージにね、葛西を押し詰めてるところですね。今、膝入れました。今、硬直してますね。ブレイクしました。2016年7月デビューですね、鬼山選手。葛西すごく打撃、ね、1点ですけれども、鬼山選手も今打撃で返してます。打撃では葛西がね、だいぶね、優位だなというふうに見れますね。まあ、試合の時も言ってましたけれどもね、1ラウンドはだいぶね、打撃が当たってね、っていう話してました。あとラスト50秒、まあ、3分なんで、あっという間に試合がね、終わってしまう。今、鬼山選手が同タックルで葛西を押し進めようとしたんですけど、そこで体幹の強さから逆に葛西が鬼山選手を押し進めました。まあ、柔道ではね、青森2位でね、葛西はね、好成績だったと。今葛西が左のハイキックを打ったんですけど、まあ、それを入った状態で、肩に乗っかった状態で鬼山選手が前に来たんで、鬼山選手今アキレス腱固めに、でもまあ全然決まってないね。なかなかアキレスはまあ決まり、まあ、よっぽど自信がないと難しいですね。まあ、今回ね、葛西もちょっと、まあ、あと2秒ですね。まあ、立って、まあ、終わったんですけど、まあ、今回葛西もね、ちょっと体調があんまり良くなくて、まあ、減量がすごくね、水抜きがすごい大変だったというので、ちょっと、試合はあんまり調子が悪かったっていうふうに本人は言ったんですけどね。だけど、まあ、そうでもないよね、こう見るとね。体動いてるなっていう。まあでもこれ通常はほら MMA って5分3ラウンドなんですけど、これ3分3ラウンドなんで、まあいつもよりは短いですから、まあね、かなりスプリントっていうかね、っていう感じはありますね。で、今2ラウンド目が始まります。もう1ラウンドはね、だいぶお互い打撃でね、だいぶこう打ち合ってた感じですけど、まあその中でも葛西の打撃がすごい当たってた感じがしたんですけど、今度鬼山選手タックル行きましたよ。ラスト2分40のところ、40秒経過したところですね。まあ持ち前のレスリング力を、まあね、出してくるのかなっていう感じですけれどもね。今鬼山選手がゲージに、そのまま一回テイクダウンしましたけど、葛西立ちましたね。
鬼山選手ちょっと切れたかな、ちょっとカットしてるね、うん、今押し込んでたんです、風が押し込んでたんですけれども今離れました、お互い打撃戦になりました、頭してますよ頭、鬼山選手頭振ってる、でもでもすごくいいね、葛西のその打撃ものすごくいいですね、うん、でも終わった時はねだいぶね葛西選手もすごい疲れたんだよね、もうあーって感じだったけれども、まあ、これ見てる感じだとすごく動けてるね、うん、鬼山選手テイクダウン、要するに今ロータックル低いね、足のタックルがすごい冴えてきてますね、もう1ラウンドからもう急に戦法変えたね、もう違う戦法にしてきました、いきなりもう打撃ももちろんやるんだけれども、まあテイクダウンするための打撃に変えてます。葛西も今うん立ちました、今バックの状態から立ってますよ、うん、まあ葛西もすごくいいね、うん、このまま、うん、今離れました、うん、で葛西もすごくね、この首相撲いいんだけど膝が出ないね、うん、今葛西の打撃でも葛西もなんかこうちょあ逆に外掛けをしてきた鬼山選手を内側で投げましたね、葛西選手、ただ元気はやっぱり鬼山選手の方がありますね、やっぱりこう初めテイクダウンされてた影響か、それか減量がやっぱりね今回きつかったんでちょっと怪我しちゃってて試合近くになるにつれあんまり厳しい練習ができなかったっていうのがありまして、それ体重があんまり落ちづらくて、でまあちょっと水抜きがいつもより多かった。今第2ラウンド終了しました、今インターバル、まあ、これ本当は5分、通常何回も言うように5分が1ラウンドが通常なんですけども、3分なんでね、あっという間に終わってしまうというね。うん、でもタックルすごいいいね、鬼山選手うまいね、やっぱり、うん、すごくね力強いタックル持ってます。あ、外からね、鬼山すごい応援がねすごいですね、バテてんだと、相手もバテてんだというのが外からの声がありますね、うん、まあ今3ラウンド目始まりますよ、まあ、これねネオドブラッドトーナメントでね今準決勝なんで、これ勝った方が決勝です。で鬼山選手すごい思ったよりねこう新人、まあ、新人戦も2016年デビュー7月デビューなんで、まあねそこまではそうではないんですけれども、まあすごくいい選手だね。今葛西が打撃からゲージに押してます、首相撲からゲージに押してる。ただ鬼山選手もね大振りなんだよねちょっとね。あ今鬼山選手のタックルを返して逆に投げて結局上になったのは鬼山選手みたいな、まあ、上というか、まあ、後ろバックをついてる状態ですね、うん、まだ足入れてないからまあね、あほんで葛西もこっから、うん、どっちもどっちじゃない、また今分かれました、お互い決定打がないね。葛西勢いがそうなくなってるね初めの、まあこれがやっぱり原料区がここで来てるんだな、まあ、今鬼山選手が低いタックルゲージを押したところから低いタックルいって、あそのままおびとり返しのような状態で投げられたにもかかわらずおびとり返しってその勢いで後ろに返す技をやって行きましたね。で
で、葛西選手が今、払い腰行って、上になってがぶってる状態ですね、鬼山選手を。でも、そのまま前に鬼山が出てって、ゲージに押し付けられてる状態。ラスト1分10秒。ラスト1分10秒。これどっちもどっちって感じだけどね。どうかねっていう。でも、葛西のいいところってこう、止まらないんだよね。それがすごくね、相手のそのいいところを消してるっていうか、相手のポイントを取らせない。常に動いてるから変化させちゃってるんで。まあ相手も、鬼山選手も疲れてるね。もう最後。まあどっちだろうな。ラスト 30? ここで根性を見せるとこだね。ラスト30秒。ああ、払い腰。今、綺麗にすっ飛びました。相手は。鬼山選手がすっ飛んだよ。で、まあ、でも、やっぱレスラーだから、そのまんま押し付けていく。抱えちゃって、右手で抱えちゃってるの、ちょっとな。あ、終わりました。お互い何、決定打なく、終わりましたね。まあ一応拳をつけ立ってなんかなんていうかあのアピールするじゃないですか。拳をこう今試合終わってるんですけど、こうやって終わった後かやるじゃないですか。まあそれやったら鬼山選手でしたけども、投げがやっぱ良かったね。何をポイントを取るかだね。打撃はやっぱり葛西取ったと思うんですけどね。2対1、葛西、青コーナーですね。2対1、微妙な、まあね、微妙というわけじゃないけども、まあ、お互い何決定打がどれかっていうのはなく、葛西勝ちました。9月29日大会、あの決勝進出ですので、皆さんね、応援のほどお願いいたします。いや疲れた顔してんね、葛西。まあ、とりあえず勝ったっていうことでね。勝ちました。はい。それではまた応援してください。ありがとうございます。